なんだ一番、寝不足か？ねえ、なんか寝つき悪くてな。寝てもすぐ起きちまってさ。おいおい、睡眠は基本だぜ。寝られる時にちゃんと寝とけよ。仕方ねえな、これ貸してやるから今夜使ってみな。なんだよ、睡眠薬とかか？そういうの。いや、量子力学から紐解く特殊相対性理論って本だ。どういうこと？てか分厚っ。お前こんなもん持ち歩いてんの？ああ、これを読めば1ページ目でぐっすり夢の中だぞ。それなら残りの944ページは持ち歩かなくていいんじゃね？よっしゃ！How's it, my man? Hey, where you headed?Hey, it's all good, but hey, just come back whenever. トロリーバスに乗って島を見て回るのもいいかもな。そして桐生さんとまったりバスに乗る日が来るなんて、初めて会った時には思いもしませんでしたよ。気持ちいいっすね。ったく、のんきなもんだな。たまにはのんびりするのも大事っすよ。気を張りすぎてたら疲れて、逆に集中力が切れるってもんです。 あれなら寝ててもいいっすよ。俺起こしますからとか言って、お前も寝て、揃って運転手に起こされるオチだろ。そんなこと、まあないとは言い切れませんが。じゃあお前が寝てろ、起こしてやるよ。春日、ほんとのんきなやつだな。
ホールか。How's it, my man? Hey, where you headed? Roger that. We'll be there in a hot minute.I'll give you $50 for it. Oh, come on! This is a genuine driver's license. It's gotta be worth at least 70. $50, take it or leave it. I doubt someone else would even give you the time of day. Oh, fine, tight ass. Yo, Jeff. Hmm? Tomizawa ka?久しぶりだな。観光客から奪ったもんでも売りに来たのか。いや、なんだお前ら。3日前俺のパスポートが盗まれてよ。ここに持ち込んだやつがいなかったか。さあどうだったかな。とぼけねえで教えてくれよ。おいおい富澤、俺がタダで情報を渡すとでも思ってんのか。やっぱダメ。当たり前だ。金用意してこい。そしたら教えてやるよ。ということだから金を用意するしかねえな。いくらくらいあればいいんだ。まあ相場は30ドルってところかな。値切ればもうちょい負けてくれそうだけど。結構きついな。どっかで金稼がねえとダメか。まあでもあの千歳って子に会うためだ。やるしかねえな。ああ千歳。おい兄ちゃんたち。え、ずっと話聞いてたんだがよ、あんたらが探してる女は千歳っていうのか。な、ああ何か知ってるのか。心当たりがあってんだ。もしかしてダンサーっぽい編み込みの髪をした若い美人さんじゃねえか。そうだよそう、そいつに間違いねえ。どこで見たんだおっさん。こいつだよ。これは風俗デリバリーヘルスとかか。さあホームレスの俺にはよくわかんねえが、姉ちゃんといいことができるサービスなんだろう。この前この近くで寝てた時によ、そのチラシ持った男が電話で女を呼んでたんだ。そしたらさっき言った千歳って女がやってきたってわけさ。オーラがある目立つ子でな、目を奪われちまったよ。聞いたところじゃどうやらその店のナンバーワンらしいぞ、その千歳って子。これは間違いなさそうだな。早速電話してみましょう。おっちゃんありがとうね。でもなんでこんな有益な情報を俺たちにくれるんだよ。同じ日本人としてのよしみさ。あとジェフってやつ、俺は気に食わねえんだ。あいつが儲かるのも尺だからよ。ありがとう坊ちゃん、いいやつだな。いいってことや。うまくいったら今度酒でも恵んでくれや。ああ、何杯でもご馳走してやるよ。じゃあ行きますよ。はあ、もしもし、ゲリーズラブキャンプです。あ、もしもし、チラシを見て電話しまして、女の子を呼びたいんですけど。
え？おめでとうございます。お客様は当店の100人目のお客様になります。特別に今回は料金無料でご案内します。運がいいですね。おお、マジか。ありがとうございます。ではお客様、お名前と今いる場所を教えてもらえますか？名前は春日、場所はジェフってやつのタコストラックの近くだな。おお、あの辺りは治安が悪いですからね。さぞやお困りでしょう。え？いや、そんなに困っちゃいないけど。オッケー、ではうちのキャストの中で飛び切る日まで人気ないやつを1名そちらに派遣します。え、やだな。っていうか、お宅の千歳さんでお願いしたいんだけども。千歳をご指名ですね。少々お待ちください。やっぱり運がいいですね、お客様。千歳は一番人気でいつも予約でいっぱいなんですが、今は運よく予定が空いています。おお、よかった。じゃあ千歳さんでお願いします。かしこまりました。すぐにそちらに向かわせますので、お待ちください。なんだって？千歳で指名できました。今すぐここに起こしてくれるって。そうか。だが普通こういうサービスってホテルとかにしか呼べないもんじゃないのか？さあどうなんでしょう。待ち合わせ型みたいなやつじゃないですか？外で会って一緒にホテルに行くみたいな。最近そういうのが多いって聞きますけど。詳しいな。よく利用するのか？いやいや、俺一応ソープで生まれた男ですからね。そのくらいは基礎知識というか教養というか。なるほどな。勉強になるぜ。やめてくださいよ。お待たせしました。お、来たみたいだぞ。どこから？ここです。はい、はやっ。うわ、なんだ。春日様ですか？そうだけどよ。お待たせしました、千歳です。こいつが千歳か。あっさりたどり着けたな。俺たちの作戦勝ちだ。やったな、カスカ。全然違う。なんだ、こいつじゃないのか？いやいや、全然違いますよ。どうなってんだよ、おっさん。知らねえよ、こいつじゃねえのかよ。名前千歳だし髪型も似てるんだろ？髪型は確かに一緒だし、名前も奇跡的に一緒だけど、なんつうか、こんなにパワフルじゃないっつうか。チェンジですか、千歳。悲しいです。いや、チェンジとかそういう問題じゃなくて、千歳さんは何も悪くないんですけど。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするせい、ぶん殴ってやる。おい春日、話は後だ。まずはこいつらを倒す。はい。あの千歳さん、危ないから下がっていてください。わーい、私が下がる理由はありません。そもそも助けてほしいから私を呼んだのでしょ。
え、どういうこと？私はデリバリーヘルプの千歳バスターホームズです。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ？おい、俺を無視して喋ってんじゃないよ。ふざけんな。マジで今すぐぶっ殺す。行くぞ、カスカ。はい。後悔すんなよ。後悔するなよ。聞かねえぞ腰抜き野郎が。オーラ、こいつだ。行くぜ。はい、デリバリーヘルプです。はいはい、お願いします。デリバリーよろしく。デリバリー待ってました。Go to hell! ビビってんのか？ぶちかます！さっさと来い！痛めつけてやんよ！相手してやる！いかねえぞ！ありゃ！スマッチ！うわっ！上がりだ。いい調子だぜ。コツつかめたんじゃねえか。悪くない気分だぜ。なんだこいつら。そしてあの女、強すぎる。さてとどめです。チキンとビーフ、お好みは？ごめんなさい。これにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。おう、それではグッバイ。何だったんだ一体。デリバリーヘルプ、いざという時に金払うと喧嘩の手助けをしてくれるサービスですよ。詳しいな。よく利用するのか。昔ちょっとね。デリバリーヘルプ、まさか偉人町だけでなくハワイでも営業してるなんてな。手広いぜ。千歳は見つからなかったが、千歳と会えたからよしとするか。なんだ？よう。はい。
そう。人長にもたくさんいたけど、それよりもたくさんいるかも。鶏も多いし、日本とは鳥事情が違って見えるだろう。のんきに外で飯食ってると、どんどん寄ってくるから注意だ。桐生さんも鳩に飯取られたりしたんすか？いや、20匹くらいに囲まれたが、睨み続けて1匹も近づかせなかった。What? 程よい緊張感の朝飯だったぜ。とも桐生さんに睨まれたらさすがに動けないんだな。何でもできそうな気分だ。
俺の番か。上昇上昇。アロハ。Thank you for stopping by.いい感じだな。さっき言ってたデリバリーバイトの待機所ってこの辺か？ああ、そのはずだ。待ってればそのうち来るだろう。俺たちはちょっと時間潰してるから、まあ頑張って稼げよ。え？なんだよ、おめえもやらねえのかよ。やらないやらない。タクシー運転手がわざわざ自転車で配達なんかしねえって。じゃあ、後でな。バイト希望者？え？ああ、はい。いいね、いいね。豪快なアフロ、濃い顔、アホそうだけど愛嬌ある感じ、クレイジーさが香るね。失礼だな。あんた、どちら様？俺か？俺は君が申し込んできたバイト先、食品デリバリーサービス企業、クレイジーイーツの代表、チャーリーだ。代表？マジか。俺はカスが一番。金がないので働かせてくれ。頼む。いいねいいね。目的が明確でいいね。そして数ある企業の中からここを選ぶセンス、クレイジーで素晴らしい。オッケー、合格だ一番くん。うちでバイトしてくれ。え、やった。いいのか？なあ、体もムキムキで体力ありそうだし、何よりうちは諸事情あって人手が足りないからね。犬でも猿でも虫でも何でも大歓迎、即採用さ。そうか。そいつはどうも。よし、じゃあ早速仕事をしてもらおうかな。うっす。ところで仕事ってどういう？食品配達だとは聞いてるんだが。ああ、その通り。契約しているお店のお弁当を自転車で客に届ける仕事だよ。歩合制だから、より早くより多くのお客さんに届けることができれば、その分給料も上がる仕組みになっている。なるほど。自転車で早くたくさん弁当を届けりゃいいんだな。自転車はホームレス時代の缶拾いで慣れてんだ。任せてくれ。そいつは頼もしい。だがうちの会社には早く多くに加えて、もう一つ給料が上がる方法があるんだ。給料が上がる方法？なんだそれ、教えてくれよ。それはな、クレイジーに運ぶということだ。クレイジーに運ぶ？なあ、うちはクレイジーイーツだからね。クレイジーに運ぶ、それは見せる配達をするということだ。見せる配達？例えばさっき俺がここに来るときに見せたような運転だ。
配達員がジャンプしたり回転したりしていたら周りの人は見ていて楽しいだろう。そういう見ていて楽しいクレイジーでファンキーな配達をするドライバーを評価するのがうちの会社クレイジーイーツの特徴なんだ。掟破りのクレイジーな配達の仕方でお客やハワイの人たちを楽しませるエンタメ配達集団、それが俺の目指す理想の姿なのさ。ここは南国ハワイだ。非日常を求めて多くの人が集まっている。そんなリゾートの配達が普通だったらつまらん。そうは思わないかい？まあ盛り上がるのはいいとは思うけど、弁当がこぼれるんじゃ。そこが俺たちの腕の見せ所ってわけさ。クレイジーに見せる運転をしつつ、早く多く届けつつ、弁当はこぼさない。そんな紙配達ができる唯一のプロ集団、それがクレイジーイーツなのさ。まあもし弁当がダメになっても、そこは保険とか入ってるし、客も理解した上で注文してるから、細かい設定とかは気にしなくていい。とにかく本能のままにクレイジーに、かついい感じに弁当を届けてくれ。アンダースタン？あ、アンダースタン。オッケー、これで説明は終了だ。こういうのは実際にやってみた方が早い。早速やってみるとしよう。Thank you.
デリバリー。デリバリー完了。どんなもんだい。クレイジデリバリー。ありがとよ。やっほー。一番くんすごいね。初回でこんなにクレイジーな走りができるやつなかなかいないよ。君にはクレイジーなデリバリーの才能があるよ。ありがとよ。難しいけどなかなか奥深くて面白いな。そうだろう。見せる配達と速さと丁寧さのバランスを取るのはとても難しいんだ。運転テクニックだけじゃなく戦略性も問われてくるからね。極めるの大変さ。でも上達すればするほど楽しくなるし、もらえるお金も増える。頑張って最強にクレイジーな供給取りになってくれ。あ、そうだ、これは俺たちの仲間入りした記念だ。受け取っておいてくれ。ありがとう。これからよろしくな、チャーリーさん。こちらこそ、一緒に楽しもう。 Too hot to go! Let's crazy! Oh!
波乗れオカサーファー、乗ってみませんか？会員登録も今なら無料ですよ。あのオカサーファー登録無料お試し乗車キャンペーン中です。いかがでしょう？オカサーファー、あんな欠陥品乗るわけねえだろ。もう欠陥品じゃないんです、お願いします。はあ、誰も乗ってくれない私のオカサーファー。オカサーファー、あ、お兄さん、オカサーファー試してみませんか？今試乗キャンペーン中なんですよ。会員登録も無料、お得ですよ。どうですどうです？まず聞いていいか、そのオカサーファーとかいうのは一体何なんだ？え、オカサーファーを知らないんですか？ということは炎上事件のことも知らない？炎上事件？ああ、いいんです、知らないならそれで。私オカサーファーの開発者のオカと申します。ああ、俺は春日一番だ。春日さんですね。この度は私の話を聞いてくださってありがとうございます。ではこちら私岡が20年の月日をかけて開発した電動移動マシーン岡サーファーです。ほう、乗り物なのか？不思議な形だな。はい、これは昨今流行りの電動キックボードや電動自転車とは全く異なる設計思想で作られています。キックボードや自転車は自分で蹴ったり漕いだりせにゃなりませんが、これは何もしなくていい。乗っかってるだけで一切足を動かさずに進むことができる最強の楽ちん移動マシンなのです。へえ、そいつはすげえじゃねえか。でもなんでそんなマシンがこんなに見向きもされねえんだい？実は以前ちょっとした失敗がありまして。失敗？さっき言った炎上事件ってやつですね。ちょっとばかり炎上しちゃいまして。炎上？はあ、俺あんまりそういうの詳しくないんだが、もしかしてネットで変なこと書いちゃったとかそういうやつか？ああ、いや、ネットも当然炎上しまくったんですが、実際にも炎上しまくっちゃったんですよ。というと？そのちょっとばかり不具合がありまして、ちょっとばかり走ると爆発しちゃったりして。マジの炎上じゃねえか。いやはや、お恥ずかしい。でもですね、それは過去の話なのです。あの後私は深く反省し、自ら試乗実験とバグ修正を繰り返しました。そのトライアンドエラー数なんと5億回です。うまくいかないこともたくさんあり、何度も傷を負いましたが、その甲斐もあり今のオカサーファーは不具合ゼロ、安全安心の最高の乗り物になったんです。ですが一度ついた悪いイメージは拭えず、結果的に誰も乗ってくれないんですよ。今のオカサーファーには絶対の自信があるのに、一度乗ってもらえば良さがわかると思うんですが。なるほどな、そういう事情だったのか。まあその傷を見ればあんたが体張って頑張ってきたって熱意は伝わってくるよ。それでもしお時間があれば試乗してみません？ここまで話を聞いてくれたのは春日さんが初めてです。絶対満足してもらえると思うのでね。本当にもう爆発しねえんだよな？はい、この傷に誓って。わかったよ、
物は試しだ。乗ってみよう。やった、ありがとうございます。では早速やってみましょう。ライドオン。歩くより早いな。なかなか快適じゃねえか。ひゅー、いいねいいね。お疲れ様でした。いかがでしたか、オカサーファー。正直思っていたより全然良かったよ。歩くより楽だし早いし便利だな。ありがとうございます。その言葉が聞きたかったんです。おいおい、こいつらオカサーファーになんか乗ってるぜ。ダセーな、流行らねえんだよそんな欠陥品。なんなんですかあなたたちは。確かに以前のオカサーファーは欠陥品でした。でも今のオカサーファーは違うんです。そんなの信じられるかよ。こんなガラクタぶっ壊してやるよ。いや、やめてください。あ、なんだてめえ。オカサーファーに乗ったもんだ。俺はこれ結構気に入ってた。会員登録してもいいかなと思ってんだ。だからおめえらに傷とかつけられたくねえんだ。それに文句は乗ってから言ったらどうだ。てめえ調子に乗りやがって。オカサーファーとまとめてぶっ壊してやるよ。痛えな痛えな。休ませちゃくれねえか、正念場だな。うわっ、おら行くぜ。購入のほら来いよ。使え。ありがとよ。おわし。へい。はい。うわ。俺の番か。うわ。俺の番だ。さっさと来い。俺の番だな。よし、やるぜ。ぶつかったな。春日さん、お怪我はありませんか。オカサーファーのために申し訳ありません。なーに、俺がこいつら気に食わなかっただけだよ。それよりオカサーファーは大丈夫か。何度か蹴られちゃいましたが多分大丈夫だと思います。でも念のためこれは私が持ち帰ります。もし今ので壊れていてまた炎上でもしたら今度こそおしまいですからね。そうだな。それでさっき会員登録してもいいとおっしゃってましたけど、あれは本当でしょうか。ああ、気に入ったし今なら登録料無料なんだろ。困ってるみてえだし登録するよ。
ありがとうございます。本当に嬉しいです。で、登録するといつでもこれに乗れるようになるのか。はい、丘サーファーへの乗車が禁止されているところを除けば基本的にいつでも乗ることができます。ただ丘サーファーは電気で動くので、ある程度走るとバッテリーの充電が必要です。充電はハワイに数箇所設置されている丘チャージャーにて行っていただけます。充電には料金がかかってしまいますが、まとめてたくさん充電した方がお得になっています。丘チャージャーでは充電の他にも見た目や機能のカスタマイズもできるのでご活用ください。了解。ハワイは広いから移動が大変になりそうだと思ってたんだ。使わせてもらうよ。ありがとうございます。私も春日さんに満足いただけるようにどんどんサービスを拡張していこうと思います。それでは失礼しますね。なあ、気をつけてな。はい、春日さんもお元気で。爆発すると直しておきますので安心してお乗りくださいね。出発するか。